これから行っていきたいと思います。フリーパフォーマンス何をするかと言いますと、自由です。皆さんにその、ぜひですね、ステージを使って見ていただきたい、そんなものがある方ですね、どんどん披露していただこうというコーナーでございます。はい、もちろんヨーヨーじゃなくてもいいです。ディアボロ、ジャグリング、手品、マジック、危なくなければいいです。はい、で、ただいまですね、4名、エントリーされておりますが、ちょっとステージを見て、俺もって方いましたら、後でちょっと本部の方相談してください。飛び入りで入れるようにしますので、例えば一発技作ったよとか、こんな特技があるんだよ、そんなものでも構いませんので、よろしければ、ステージを使って皆さんに自慢していただければと思います。さあ、1組目の準備はできておりますでしょうか。はい、さあ、まず1人目ですね、昨年度もフリーパフォーマンス、やっていただきました。はい、入場準備は、さあ、その確認が終わり次第、打ち合わせが終わり次第始めていきますので、よろしくお願いいたします。僕も去年このフリーパフォーマンスでですね、めったにやらない2ウェイ両手のダブルハンドの、練習としてやらさせていただいたんですが、皆さんこの温かい声援でですね、楽しくすることができまして、その後にですね、本当はその去年の大会に出る 2A を出る予定だったので、練習でやらさせていただいたんですが、出た大会全部予選落ちというですね、最強の結末ということでですね、今年から余計なことはやめとこうと思って、仕事に専念させていただくことになりました。余計なコメントありがとうございます。はい、ですね、そうしますか、フリーパフォーマンスなんですけど、大会とは違いまして、パフォーマンスでございます。ですので、普段見慣れているヨーヨーとは違ったものでございますので、すごいなと思ったり決まったなと思ったら、皆さんぜひ拍手ですね。それが音楽、ありがとうございます。はい、音楽とかに合わせて手拍子とかもいただければ、演者の方はすごく気持ちよく演技ができるのではないかなと思いますので、この辺よろしくお願いいたします。はい、さあ、本当に手合わせも終わりましたので、はい、早速、はい、まずフリーパフォーマンス、1人目、小川慎也さん、ステージでお願いします。よろしくお願いします。なんだあいつ、なんだあいつ。
小川慎也選手でした。ありがとうございました。